ジャズカバレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、ピアニストを紹介したいと思います。今日ご紹介するピアニストレコードはこちらになります。はい、シダー・ウォルトンというピアニストです。それでアルバムタイトルがブルース・ビル・タイムというアルバムタイトルです。ちょっとアップしてご覧いただけますか。はい、この人がシダー・ウォルトンですね。それで他のメンバーですね、サイドメンバーが後ろに入っています。はい、それでパーソナルを先に申し上げますと、シダー・ウォルトンがリーダーでピアニストですね、ピアノですね。それからこのデイル・バーローという人がテナーサックスを吹いています。それからデビッド・ウィリアムスという人がベーシスト、それで有名なビリー・ヒギンス、ドラムですね。このカルテットですね、ピアノトリオに管楽器が一つ、テナーサックスが入ります。はい、それでまず言わないといけないのはシダー・ウォルトン。シダー・ウォルトンという人はアートブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズの一員としていたのが、まず頭に浮かぶ人ですね、シダー・ウォルトン。アートブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズにはもうピアニストがもう、どうですか、もう初期の頃から、もうフォレスト・シルバーから始まって、もういっぱいいますよね。ボビー・ティモンズとかいっぱいいます。それで彼が在籍していた時期はどうかなというと、だいたい1961年とか2年とか、そこら辺に在籍していました。どんなアルバムが彼入っていたかというと、アートブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズのユナイテッド・アーティスツから出たスリーブ・ランド・マイスとかですね、あとブルーノートにあるモザイクとかフリー・フォー・オールとか、そういったアルバムが出てた時のピアニストはピアノを弾いていたのは彼ですね。この前はどんなピアニストだったかというとボビー・ティモンズですね。はい、それで、アートブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズ、アートブレイキーのところは本当に何て言いますか、道場みたいな感じで、そこからピアニストに限らず、もうトランペッターにしてもサックス奏者にしてもですね、もうそこから輩出してそれぞれ自分のグループを組むという、もう超一流の人たちが、いたわけですよね。その中にあって彼もシダー・ウォルトンも、後に自分のグループを組んで、それでリーダーアルバムを出してます。それでこれは比較的なんて言いますか、後の方なんですけれども、というかもう自分のリーダーアルバムを出し始めたのが60年代の、67年ぐらいですかね。シダーという自分の名字、名前ですね、シダーという、ね、プレスティージから出してます。ですのでプレスティージレベルから何枚か出してますね。それでこれが85年になるという感じです。はい、それでですね、このデイル・バーローという人とデイビッド・ウィリアムスという人はですね、正直私あまり知りませんというか全然知りません。それでこのアルバムはですね、この収録している曲とも関係してるんですけども、 A 面2曲 B 面3曲でのサックス奏者の曲をですね、オリジナルがサックス奏者が作った曲をやってます。例えばベニー・ゴルソンのアイリメンバークリフォード、それから、ソニー・レッドのブルース・ビル、それから今日お届けするナイーマ、ジョン・コルトレーンのナイーマ、こういうふうにですねサックス曲をやってるんですね。それで
ここをご覧いただくと分かりますけども、このここにクローズアップされているこの、デイル・バーロックという人ですね。これオーストラリアの出身の人で、もうこの時25歳でもう彼をフューチャーしているという感じで、なんか一生懸命吹いているという感じがします。はい、それで今日お届けするのは、先ほども言いました、A 面2曲目ナイーマ、ジョン・クルトレーンが最初の奥さんのナイーマに捧げた曲ですね。非常に美しい曲、ジョン・クルトレーンの、アトランティックレーベルが出てるジャイアントステップスというレコードがあります。1959年ですかね、そこでナイーマを発表しています。そのナイーマをですね、今日はお届けしたいと思います。ピアノがですね、最初入ってくるんですけど、シダーウォルトンのピアノ、非常にいいですね、綺麗ですね。やはりアウトブレーキのところで、なんて言いますか、バイプレイヤーですね、バイプレイヤー中のバイプレイヤーという感じがします、彼のピアノは。はい、ですので、もう腕は確かな、もうピアニストですね。はい、ではシダーウォルトンのレコードから、ブルースビルタイムというアルバムタイトルから、コルトレーンのナイーマをお届けします。じゃあ、ざいよ。